吉谷さん、ロスカットの反対語でサンクコストっていうのがあるんですよ。サンクコストっていうのは、ここまで労力、時間、お金、意識を傾けてきたから、今諦めたらそれが全部無駄になるって考え方ですよね。これもあながち間違ってはいないんですけども、ここにこだわるがあまりですね、損害を大きくして取り返しのつかないになるってことは、多くの、失敗された方がね、苦しく噛み締めるところだと思います。でも上手な人っていうのは、どこまで自分と思わない方向に来たら、そこはすっぱり諦めて次の指針を決めていくのかってことは上手なんですよ。それがだからロスカットですよね。当然私にもサンクコストはありますけども、だけどもね、 FX に関しては1年間しっかりやってみて、それでダメだったら私はね、もうやめるつもりでしたし、3年間トレードをしてみてプラスに転じないんだったら、これまたやめるつもりでした。そこまでのかけた労力で損切りするってことです。そして方針転換を図って別のことをやっていくっていうことですよね。はい、ではサンクコストです。サンクコストにこだわると、今までやってきたことが無駄になるっていうんで、さらにねつぎ込んでしまうんですよ。時間、お金、意識、こういったものね。言ってみれば難品買いとかっていうのもあります。ここまで買ったんだけども値下がりしちゃった、値下がりしたから平均単価を下げるためにさらに買うみたいな感じですよね。だからこれもね、難品って言って平らにすることがいかに難しいかっていう感じなんですよ。難品ですよね。ピンっていうのは平らって書くんですよ。難っていうのは難しいって書くんですよ。まあですんで、上級者のスキルとしてはあるんですけども、まあ上級者でもやんないですよね。上級者なら難品する前にロスカットをするなり、利益確定をするなりして、きちんと積み上げていくんですよね、そういうの。まあですので、私 FX のトレーダー、プロとしてね申し上げますけども、ロスカットができない人、これは人生につきましても、人間関係に関しても、会社との付き合いにしても、ロスカットができなければ、もうそこで終わりなんですよね。例えば今会社に勤めてる方が、会社がどうしてもね将来的に見通せないし、自分も力を発揮できないし、年齢も来ちゃったんで別の稼ぎ方を決めてるとするじゃないですか。でもなぜか忙しくなると、ネットビジネスを始め副業っていうのをやめてしまうんですよ。そして辞めたがってる会社をしっかりと勤めることに精を出すんですよね。これはだからサンクコストですよ。今までずっと勤めていたことが、ここでね退職したらパーになる、クビになったら怖いみたいな感じで、サンクコストを大事にして、状況が変わらなくてもう抜け出せなくなると。年齢を考えてみたら、もう50になったな、60になったなと。そしてもうね、突っ込むしかないようなギャンブルみたいになっちゃうわけですよ。一攫千金みたいなね、わずかな資金で大きくしようと思って、いや投資資金10万円しかないんだけども、どうしても1000万欲しいなみたいなね、非現実的なことになっちゃうんで、おかしな話に飛び込んでいくってことになります。でも私は今こうやってね、いろんな形でお金を稼げるようになると、一か八かみたいなもうしなくなりましたよね。全くしないです、もうずいぶん前から。一か八かじゃなくて、少しでもいいからプラスになることを積み上げていくことになりました。でも最初お金がない頃っていうのは、そういった少しのことを積み上げてっていうのもあったんですけども、言ってみれば一攫千金もいくつか散りばめていたんですよ。まあその一攫千金の散りばめたもののうち、いくつかが当たったってところはありますけども、でもやっぱり今考えてみるとね、自分の力がつけばつくほど一攫千金からは離れていって、より確実に自分に益をもたらしてくれるもの、少しでもいいから積み上がっていくものを大切にすることになりましたね。だからその最たるものが YouTube じゃないですか。 YouTube って1回やったら1個動画が増えるわけですから、1回動画を公開すれば低アクセスだっても10だっても20だってもアクセスは集まるわけですから、これを積み上げていって、マイナスアクセスってのはないですからね。まあアカウント制限ってのはありますけども、基本的にマイナスアクセスってのがないんで YouTube 絶対なんですよ。いってらっしゃい。